放送席、放送席、そして満員の熊本のファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、文句なしこの人です。大関智久投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。9回この熊本で投げ切りました。チーム劇的なサヨナラ勝ち、今の気持ち教えてください。いやちょっと感動します。はい、9回無失点完投完封勝利、今シーズンの2勝目、今日のピッチングいかがだったでしょうか。あ、すごく調子が良かったので、そのままもう集中して最後まで投げようと思ってました。最後は9回のマウンド、まあ、甲斐選手が大関投手のもとに来たり、斉藤和美ピッチングコーチも大関投手のもとに来たりと、どんな話されたんですか。まあ、もう交代だから、あとはもう野手を信じて祈ろうということで、はい、ベンチで祈ってました。9回のマウンドというのは大関投手が志願していかれたんでしょうか。そうですね、もう志願というより投げるんだったらもう投げるという形だったので、そのまま行きました。今日は開幕戦以来の自身白星2勝目ということになりました。このあたりいかがでしょう。そうですね、しばらく勝ってなかったので、チームに迷惑かける投球もありましたし、その中でもこういう痺れる試合を勝ったのはすごく良かったなと思います。さあ、そして大関投手、今日は熊本でのゲームということで、熊本のファンの方々大勢いらっしゃってます。景色どうでしょう。いや、もう最高です。今も声援いただきましたけれども、熊本の方々の声援というのはいかがでした。いや、もう試合開始からすごい声援をいただいて、でどんどん終盤になるにつれて背中を押してもらうように一球一球声援をいただいてたので、本当に力になりました。チームはまさに勢いに乗る熊本での勝利ということになりました。この熊本で公式戦も4年ぶりの開催、次に向けて大関投手から熊本のファンの方々に向けてもいいですか。はい、無事僕も熊本初だったんですけど、こうやって皆さんの前でいいピッチングができてチームも勝って最高なので、また次も頑張ろうと思います。ナイスピッチングでした。今日は9回無失点完封ピッチング、大関智久投手でした。ヒーローインタビュー以上です。今日のヒーローインタビューは文句なし大関投手でした。今日の大関は9回を投げ抜きまして125球、今シーズン最多、そして被安打わずかに1、奪三振はキャリアハイの13、自身初の2桁奪三振、そしてフォアボールが2つ、完封勝利ということになりました。まあ、自身も調子が良かったのでということだったんですけれども、それにしても見事なピッチング、もう本当に初回から危なげないピッチングといいますかね、ちょっとまあ序盤は球が高いのもあったとは思うんですけれども、まあ本当に下位の頭の先頭バッターを全部抑えたっていう、もうお手本のようなピッチングでしたね。その通りですね。はい、本当に楽にって言ったら あれなんですけど、逆に今こういう試合が彼をより成長させてくれるのかなと思いますね。まあ、ここまでね、開幕から登板して、5試合投げて1勝3敗、防御率が 1.97 と、数字防御率は非常に良かったんですが、援護点がね